皆さんこんにちは。今日は金末というスーパーに行ってきたので、こちらの買ってきた商品を紹介したいと思います。最近ちょっと買ってきた動画をあんまりやってなかったので、ちょっと久々に、やってみます。今日はですね、この榊があったらいいなと思って、ふらっと行きました。ですがめっちゃカートもりもりで、帰ってくるときはカート2台に分けられる始末でございました。はい、では見てきますね。でこちらは国産の榊と、あと天然の塩が欲しいなと思って、この榊とお酒と日本酒でちょっと清めたいことがありまして、それで、日本酒はあるの でこの榊を買いに行きました。でお塩は あるけど、なんと87円ですよ。1キロ87円、安いですよね。国産塩で瀬戸内海の海水で作られたお塩です。なので2個買いました。あと今日のウキウキポイントはですね、はい、これよく紹介してコーヒーがないないって騒いでいたこのブレンティのカフェオレですね。357円、めっちゃ安くないですか。これは即買いですね。2個買いました。あと冬になると絶対に我が家では、何回も登場するこのスガキ屋の名古屋名物味噌煮込みうどんってやつなんですけど、これ全国的に売ってるのかな、スガキ屋名古屋ですもんね、ちょっとわかんないんですけど、このインスタントの味噌煮込みうどんですね。水少なめで濃ゆめで固めで、茹でて、このように生卵を落として食べるっていうのが、旦那さんのお気に入りなので、これは毎年買います。結構350円前後ぐらいだったりするんですけど、たまにこうやって安売りをしている時があるので、そういった時に、買っておいて、なるべく高い値段で買わないように、ストックしております。もう家にいることが多いので、玄米茶と緑茶を混ぜて一日中飲んでるんですね。なので超減りが早くって、少しでも安く買いたいけど、あんまり美味しくないのに当たると残念だから、そこそこなんか飲んだことのあっておい安いやつっていうのをなんかしょっちゅう買っております。でこれが1個 400g で297円、なので多分他のメーカーよりも断然に安いと思います。でこれはしょっちゅう飲んでるお茶なのでまずくはないですので、安心して買ってます。でもね、もっと高級なお茶はね、本当はね飲めたらいいなとは思うんですけれど。でこちらの緑茶は、今日は277円でしたね。でこのシリーズは全部277円でした。緑茶とほうじ茶を買いました。はい、で砂糖系はですね、上白糖今日は148円ですね。まあまあですね。三温糖160円、これ安いなと思いました。強力粉、今日は強力粉はあったんですけど、薄力粉がゼロだったんですよ。何でしょう、何なんですか、分かりません。はい、賞味期限が2021年の5月、127円です。これは1キロではなくて 750g です。金末の自社ブランドになります。あとは乾燥の野菜、千切り大根ですね。これは匂ってくるんで真空して保存したいと思います。こちらも自社ブランドの金末の片栗粉、78円、もうちょっと安い時もあるんですけどね。でも 250g78 円だったら、他のブランドよりも安いんじゃないでしょうか。はい、で味付け胡椒の CGC が出しているブランドなので安いですね。100円くらい、98円とかだったと思います。147円、 400g。 なんかちょっとなんか輸入物みたいなこう絵柄ですね。
2021年5月5日までの賞味期限です。あとサラダ油ですね。まあ、一応ストックはあるんですけど、そんなにね、賞味期限も本当は長くないから、2022年4月24日ってことで、今ストックしているうちの油がですね、2021年のものが多かったので、賞味期限を見て、あ、買ってもいいかなと思って、安かったので2本買いました。168円でしたね。安いですよね。これ900グラムですね。あと、米油、なんか米油がなんかいいって言って、最近米油ばっかり買ってるんですけど、397円、いいいいって言うけど、ちょっと調べてないからわかんないですね。22年の4月まで使えます。なんかいいいいって言われてるから、なんか米油をなんか炒め物とかそういったものに使って、こういったサラダ油を天ぷらとか揚げ物とかに使おうかなっていう魂胆です。オリーブオイルですね。こちらは安い方のエクストラバージンオイル、ちょっと聞いたこともないところのブランドです。397円、750ml で、賞味期限は2022年の6月です。こっちは国産のっていうか、昭和が出しているエクストラバージンオイル 600g、597円。これはペットボトルになりますね。賞味期限が22年3月となっております。なんかパスタとかピザとかに使えそうなソースの瓶のものですね。127円。こっちの大きいものは257円。これちょっとめちゃくちゃ入ってるんで、使うときは考えて使わないとですね。誰か人が来た時とか、ピザパーティーとかする時に使いたいと思います。はい、あと缶詰ですね。ツナ缶3つ入りのマグロの油漬け、195円です。マルハニチロの焼き鳥タレが97円です。あと、サバのオリーブオイル漬け、これも97円でした。あと缶じゃなくて、あのパックに入ったタイプの、カットトマト、390g ですね。結構いっぱい入ってます。77円で安かったので買いました。しょっちゅう買ってるんですけど、4個入って188円で、1個がめっちゃ結構ちっちゃいんですよね。これぐらいちっちゃいんですよ。なので1回分としてすごい使いやすい大きさですね。まあ、たくさん食べたい人は大きい缶を買った方がいいかもしれないんですけど、うちは、まあ、ちょっとサラダになんか彩りとしてなんか乗せたりとかするくらいなんで、まあ、これぐらいが1回分でちょうどいいかなと思って、気に入って買ってます。で、1個何50円もしないですもんね。いいですよね。あとこちらの白だしが、賞味期限がちょっと長いなと思って、22年の4月までということで、187円買っておきました。こうサンマのこういうパウチのものを、何個か買ってたんですけど、これ梅辞書風味で、なんか美味しそうだなと思って、147円でしたね。22年の6月までの賞味期限です。なんか味噌味とかに飽きたら食べようと思います。で、今日もあのドライイーストは売り場にありました。247円で、お得用の、50g が一袋で入っているものですね。だいたいうちで食パン作るときとか、食パンかピザぐらいしかあのホームベーカリー活用しないんですけど、それに使うときはだいたい1回 3g くらい、使うので、1回開けたら何回も使えますね。あ、そうそう、これ、見たこともないバターです。 180g 297円、安かったんですよね。ちょっと品質はよくわかりませんが、ニュージーランドのもので、今年の12月の24日までの賞味期限です。他の国産のバターはやっぱり全然値段が違いましたね。400いくらとか。このまま雑だからこうポイポイ入れて冷凍庫に、なんかいつかのためにと思って、なんかバターを備蓄してたんですけど、なんか使う時ってどうやって使うんだろうなと思って、削って使おうかなとかって思ってたんですけど、今回はちょっと新たな試みで、なんか食パンを焼く時の
なんか1回分の分にカットして、なるべくあの手の雑菌とかそういうものをつけないようにしてカットして、なんかラップとかにくるんですぐ使えるように、冷凍庫で保管してみようかなと思っております。見せたかったのであの冷蔵庫から出したんですけど、今日野菜とかいっぱい、買えたので、ちょっとざっと金末とかって愛知県なんだ、東海のものなのかな、ちょっとわかんないんですけど、野菜部門はですね、白菜の半分のものが97円、レンコンちっちゃいのが126円、トマトですね、6個入り小ぶりでしたけど297円、アスパラガス77円、白ネギ127円、かぼちゃ104円、かぼちゃは、カットしたもので、何分の1だろう、4分の1よりはちっちゃかったかな、6分の1ぐらいの大きさです。小松菜、1束じゃないね、1袋、77円、もやしは、27円のもやしと17円のもやしを2個ずつ買いました。もやし大好きなんで。ほうれん草は97円でした。安かったです。はい、舞茸の大きいものが157円だったので、買いました。エリンギも77円、しめじ2株、157円と、キノコ類はいつも多めに買って冷凍して、それをいつも使っているので、冷凍する分と使う分に分けて仕込みます。ちょっと買い物した日ってちょっとなんか疲れちゃうんですよね。だから、結構ねやれなかったりすることがあって、結局、次の日とかになったりもするんですけど、なるべくね新鮮なうちに買ったものを、冷凍保存するなり、いろいろやりたいと思います。はい、最後まで見てくださいましてありがとうございました。